Walk with me and I will show you power. Deep in your soul there burns a light so bright. It shines inside you day and night, so bright. Turn your power light. Turn your power light. Lay me on. Everything will be alright. Power light. Power世を取り戻すべく最初の神器を手に入れようと旅に出た聖山タケルは途中知り合った真弓の協力で闇の世界を支配しようと企む九頭竜を倒した。改心した九頭竜は観音様となりタケルに覇者の剣を差し出した。さらに別の星で人間の心を黄金の魔力で征服しようとする大金竜魔王を覇者の剣で倒し、愛の波動を受けて目を覚ました打天使から金剛不衛の宝珠を譲り受けることに成功した。そして残る雨のマス鏡を求めてさらにタケルと真弓は旅を続けるのであった。今日でもう3日よ。タケル、本当にこの海の彼方にあなたの目指す目的地ある？この海の向こうに俺を招く何か強烈なパワーを感じるんだ。しっかり捕まってろ。なんだあの鳥は。まるで俺を呼んでいるような。感じたけど気のせいか。これは
消しの花だ。すごい。忘れてしまいそうな。まゆみ、どうしてしまったんだ。あそこから聞こえてくる。俺だ、タケルだ。マユミ、マユミ、起きるんだ。マユミ、目を開けろ。小僧、邪魔立てするな。あなたは無礼者。人に名を尋ねるときはまず自ら名乗るものだ。失礼しました。俺は訳あってこのマユミと共に旅を続けている聖山タケルと申します。昨日海で遭難してはぐれてしまったのですが、こうして今神様のお導きによりここに参ったのです。セイザンタケルか。はい。わしは刹那だが、小僧、来るのが少しばかり遅かったな。え、残念だがお前の連れはもはや助かる望みはない。え、あと半日持てばよいところだ。そんなだからな、これより裏山でこの女の魂をあの世へ送ってやるのだ。それ待ってください。マユミをどうしようというんですか。この町ではな、間もなく死者になろうとしている者の魂はあの世に返すことになっておるのだ。何、どういうことだ。ついてくればわかる。命が途絶えた時、あの地獄鳥が魂をあの世へ運ぶのだ。多分地獄へな。バカな、マユミは地獄になんか落ちはしない。小僧、愚かな望みは捨てるがよい。己の未来に夢も希望も持たぬような生き物には地獄が似合う。それは違う。人はいつでも希望を持って生きている。希望があるから生きているんだ。小僧、お前はこの町の人間どもを見たか。夢も希望も持たず堕落しきった人間ども。俺たちには夢がある、希望がある。それが叶うまでどんなことをしても生き抜く。この町の人たちだって初めから希望を失ってたわけじゃないはずだ。まだ真弓は死んではいない。俺はどんなことをしても助けてみせる。神様、小僧、それほどまでに女の命を救いたくば一つだけ方法がある。その方法とは。あの山だ。あの山の頂に地獄鳥の巣がある。そこにある卵を飲ませれば女の命はよみがえる。
地獄鳥の弾を。だがこれまで試みて命をなくしたる者数知れず、今やそのようなことをする人間などこの世には一人もおらん。俺はやる。俺は必ず真由美を助けるぞ。向こう行け。真由美、待ってろ。必ず助けてやるからな。セイザン・タケル、お前はもはや死んだも同然、弥勒の世などもたらせるわけにはいかぬわ。マイミー、待ってろよ。うわっ、隕石未踏の原生林では古代の恐竜の霊が森を守っていた。うわっ、離せ、時間がないんだ、邪魔するな。お前たちは何者だ。さにはすると、彼らはタケル同様、愛する人の命を救うために挑戦して、川の流れに命を失った人間たちの亡霊であった。しかも思い半ばで挫折した彼らは成仏できずにいたのだった。神よ、この者たちの御霊を救いたまえ。成仏してくれ。生きていてくれ。なんだ。うわあ、うわあ、うわあ、うわあ。とうとうやったぞ。頼む、許してくれ。真由美を救うために卵は必要なんだ。真由美を救ったらまたここに戻ってくる。そして代わりに俺の命をやる。地獄鳥よ、頼む。あなたの命を惜しまぬ真心を受け取りました。あなたこそ真の聖山たける。あなたの来る日をずっと待っていました。俺の来るの？そうです。あの町の人々の夢と希望を取り戻してください。以前あの町の人々は全員がまるで家族のように、育児も畑仕事も全員がそれぞれの役割を持って助け合う理想の町でした。人々は将来の夢を語り合い、希望のあふれる町でした。ところがある日、一人の男がやってきて、町の住民に夢の中にいるような楽しい気分になる白い粉を教えてからというもの、町の住民たちは
自分だけのことを考え、たった今のことだけしか考えなくなってしまったのです。なるほど、つまり俺の役目は。そうです、あの男刹那を倒すことです。刹那とは何者ですか？この宇宙に充満する全ての悪を支配する悪鬼の根源が、あなたの力がどれぐらいのものかを試すために使わしたものです。俺を？しかし俺のサニワでは何も見えなかった。あなたが今まで出会ったどの魔物よりも手強い相手です。でもその金剛笛の宝珠と覇者の剣を駆使して立ち向かえば必ず倒せるはずです。さあ早くその卵を真由美さんに飲ませてあげなさい。この卵は？その卵の中には町の人たちの魂が入っているのです。魂が？どんな人間も死の瞬間にはもっと生きたいという願いを持つものです。その願いがその卵のエネルギーになっているのです。だからその卵がきっと彼女をよみがえらせることでしょう。さあ早く卵をお持ちなさい。私があの場所まで送ってあげましょう。タケルめ、今頃地獄町の餌になってることだろうっていうな。刹那様、地獄町の上に人が。何？地獄町だ！地獄町だぞ！おい！見てみろよ！おい！スピード！サマーを待ってろ！ほう。やつめ、死なずに帰ってきやがった。しかも地獄町になってくるとは、くそ！さあ、真由美、これを飲むんだ。よかった、マユミ、君は助かったんだよ。タケル！マユミ。好きよ、タケル。私のこともう話さないで。一人ぼっちは嫌。タケル、タケル。俺だって好きだよ、マユミのこと。でも。俺のように神に仕える人間は一人の人だけを愛することはできないんだ。なぜなら神に恋し続けなければ神との一体感やテレパシーの交流の中に魔が入ってしまうんだ。神の愛と英知と力を常にいただいてこそ私の使命が果たせるのだ。分かってくれ、真由美。でも、いつまでもあなたのそばにいていいでしょう。マユミ。生きて戻ったか、タケル。悪運の強い奴め。だがお前を生かしておくわけにはいかん。正体は人の心に忍び込み悪の心を作る悪霊だったのか。今頃気づいたか。だが貴様の命もこれまでだ。覚悟せい。危ない。タケル、マユミ、これを持って祈っててくれ。トラト
はジョンジョン血と降るも宇宙波動ハジャロ剣人の心は小さくまた弱い。しかも善の心と悪の心が絶えず葛藤を繰り返して、その心の隙間に忍び込み悪の心を植え付け、住民たちを刹那刹那の己のことしか考えない悪人に変えてしまった。お前の罪は許せん。悪しき心を断ち切るなり。タケル、これを。我、弱く小さき心を滅ぼすなり。元はといえばお前たちとて善良な人間だったはず。それが宇宙の陰の要素が凝結して生まれた悪鬼の根源に操られていたのだ。神よ、この者たちの全ての悪を許したまえ。確かに私たちはいつの間にか悪の心を宿し、人々を惑わしておりました。今あなたの強く大きな愛の波動に打たれて、ようやく改心することができました。どうかこれを使って宇宙の悪鬼の根源を滅ぼしてください。神の心を映し、神羅万象の真理を映し出す雨のマス鏡です。この鏡にはあなたの探し求める宇宙の悪鬼の根源を映し出し、神を宿らせる力があります。わかりました。必ず悪鬼の根源を探し出し、この手で倒してみせます。これで三種の神器は全て揃ったわね。ああ、だけど最後の敵、宇宙の悪鬼の根源は一体どこに。Pure.